今ですね、外は雨が降ってて、結構ね、湿度がね、バーンと上がっちゃって、つや消しスプレーとか塗装とかね、そういった作業ができないので、今回は、以前買ってて開封してなかったこちらの、高機動試作型ザクですね、こちらを開封したいと思います。でこちらは以前サブチャンネルの、動画の方でですね、開けなくてこう段ボールのままでですねご紹介したやつなんですけれども、こちら、すごくね僕が楽しみにしてたやつなんですけれども、高機動試作型ザクということで、いわゆるですね、ゼロ足小隊のアイナ・サハリンが第1話で乗ってたザクって言っていいんですかね、ザクっぽいやつですよね、一応ね、ここか、機動戦士ガンダム G オリジンの、MSD という形になってるんですけれども、今僕が制作中の、ドムですね、これもオリジン版の MSD で、あれにね結構タイプが近いやつなので、オリジンの MSD というカテゴリーで出てるのかなという感じではありますね。で箱見てもですね、これプレ版のやつなんで、あまりねこう情報がないんですよね。色もね、一色の、こうカラーリングですし、でこのモデルはですね、僕はこうガンプラ化されてなかったんですよね。ゼロ足小隊で1話でちょろっと出ただけのね機体だったので、なかなかねガンプラ化難しいのかなとか思ってたんですけれども、一応ねプレ版で、出てくれました。でね、僕これプレ版じゃなくてもね結構売れたはずなんですよね。アイナ・サハリンの人気もねなかなか高いですし、機体としてもねなかなかザクベースのね高機動型ザクに似たちょっとねもうちょっとこう武骨な感じのちょっとドム寄りって言ったらいいんですかね、そういう機体なので、なかなかね人気は出るだろうなと思ったんですけども、プレ版での限定発売ということだったので、ちょっとねこれと別にもう一個ね2つ買ってますので、これはねちょろっとっていうか今の、現状の僕のやり方でつや消し処理とかでこうねスプレーでこう仕上げていこうと思うんですけども、もう一個の方はねもうちょっと技術が上がったら、しっかりとね作っていこうかなということで、ちょっと後で作りようと、今回から作っていくよっていう形で、2個購入しました。それではちょっとね開けていきたいと思います。よいしょ。これねパーツはねそんなに多くないと思うんですよね。 HG だし、ザクだしっていうところもあるので、とりあえずね入ってた感じはこのくらいのパーツの量ですね。そんなに多くない普通の HG という感じのパーツの量ですが、若干ねザクとしては、パーツは多いのかなという感じではありますね。で、ゼロ足小隊見たことない方とかもいらっしゃると思うので、どういったねデザインのザクかというと、これがいいかな、こちらですね、こういう感じのね、デザインのザクで、高機動型ザクっていうことで、このね足の部分ですね、ここはすごく広くなって、中にねスラスターとかが多分あったりすると思うんですけれども、若干ね高機動型ザクというよりはこうドムのねドムの下半身を持つザクというイメージが強いのかなという感じではあります。ただこの太めのね足のザクっていうのもねなかなかかっこいいと思いますけどね。で中身の方一部袋から出してみたんですけれども、まずはこちらのパーツですね、紫色の、ランナーになるんですけれども、このザクのメインカラーの一つと言っていいカラーリングの、パーツになります、ジオンらしい紫のパーツになります。でもう一つのメインカラーである黒の、パーツになります。でこのザクは黒と紫を基調としたザクになりますので、メインカラーと言っていいでしょうね。この、足の部分とかあと腰の部分とかですね、こういったところのパーツになってますね。そしてこちらはグレーっぽい青っぽいパーツなんですけれども、これは肩とか、頭そして胸の一部とかに使われているパーツになります。そしてこちらは普通のグレーのパーツなんですが、主に武器ですね、ザクマシンガンのパーツになってますね。
そしてシール類はこちら2つ、まずマーキングシールですね。マーキングシールとあと光沢のね、シールがついてます。でね、このマーキングシールですね、ドームの時も思ったんですけれども、結構ね余白が少なくて出来がいいので、このねマーキングシール貼るのちょっとね楽しみだったりしますね。それで今結構ね大物の、キットをね制作中なので、まあ、これとかですね、あとこれとかですけれども、ちょっとねなかなかねここまで手が回るかなというところではあるんですが、それでまだドームもね制作途中だったりっていうところもあるんですけれども、そちらと合わせてですね、こっちの、まあ、ザクをですね、一緒に制作していけたらなと思います。で